東堂さんのお話はですね、特に後半部分、ヨーロッパ、特にフランスの政治、指導者たちの文化的な無能力さというような非常に過激というか激しい、うちに怒りのこもったような発言がありまして、それがですね、アメリカがなくても世界は、大丈夫なんだというそういう事実から目をそらせてしまっていると、なんとかアメリカがそのままあるようにというような政策を、ね、そのまま使い続けさせているのだというような話がありました。今日はですね、偶然といいますか、このホールのところで写真展が行われています。でこれはですね、西洋やアメリカあるいは日本も含めてですね、先進国の政治指導者たち、あるいは国民もそうかもしれませんが、その人たちが文化的にきちんと物事を考えられない結果がどういうことを生んでいるかということが写真で展示されておりますので、この講演会来られた方ぜひ見て帰ってください。捉えたのは日本を代表する報道写真家の広川隆一さんです。では佐伯先生の方からまず20分程度、同じように佐伯先生はアメリカの帝国主義といいますか、それの悪影響でありますとか、そういうものを鋭くついてこられた東堂さんとはまた違った政治学からの方の見解の方ですけれども、その面からまず佐伯先生お話をお願いします。佐伯です、非常にエキサイティングな話をありがとうございました。でほとんど多くの点で私は東堂さんの意見と同感です。で皆さんおそらく東堂さんの話を聞くために集まっておられるんで、私があんまり喋るのはあんまり適切ではないんですが、しかし私は東堂さんの本をほとんど読んでます。しかし東堂さんは私のことを全く知らないでしょうから、全く得体の知れない人物と討論するというのもあんまり気持ちが良くないと思いますので、若干自己紹介を兼ねてですね、私の考えていることを、手短にお話ししたいと思います。と言いましても、喋りたいことは結構あるんでね、この時計で5時ぐらいに終わるようにしますが、あんまり長くなりそうだったら止めてください。で私はもともと経済学を勉強してまして、私と東堂さんは大体似た世代、年はあまり変わらないと思います。70年代の前半ですに経済学を勉強してました。でその頃アメリカの経済学が中心だったんですが、私はその経済学に、大きな疑問を持っていました。でその一つの最大の理由は、アメリカの経済学は市場競争を基本的に良しとする。でしかしそれはどうして良いのかというと、市場競争は資源配分上効率的だから、物事を効率的に解決するからだというで生産性を高めるからだというふうに言うわけですね。でしかし問題は、じゃあその資源配分を効率化することがどうして正しいのか、どうして望ましいのかということについては我々議論できないわけです。で別の考え方があり得るんですね。もっとより平等な所得配分を追求する方がいいという考え方もあるし、もう少し、ゆっくりと生活するというのを良しとする考え方もあります。あるいは環境というものに配慮した生き方というのは、だけどどうして効率性を追求して成長を追求することが良いのか、その価値については議論できないんですね。で私はその価値のことが非常に気になりました。でしかし価値を議論しようとすれば経済学から離れざるを得ない。でそこで一つは価値を決定するものは何か、それで政治学あるいは社会構造、文化、そういうふうなものに関心が向かってきました。それからもう一つはやはり価値の議論は基本的に思想哲学というものと切り離せません。で思想哲学という意味で言えば、ヨーロッパの思想や哲学は常にその価値というものを問題にしてきてるんですね。ですからヨーロッパの、思想政治思想哲学というものを私なりに関心を持って勉強するようになりました。それが私のおおよその出発点といいますか、学問的な経緯です。でそれでですね、実はこの十数年の
世界におけるグローバリズムの潮流および新自由主義的な市場中心的な経済政策で、さらにアメリカを中心としたような覇権構造で、こういうものに対して私自身もこの十数年常に批判的なことを書いてきました。で、実は1999年にですね、私はあの幻想のグローバル資本主義という本を書きまして、この中でアダム・スミスの市場理論の再解釈とケインズ理論の再解釈を通じて、グローバル資本主義を批判しました。で、少しちょっと宣伝させてもらうとですね、この本の中で私は1933年に書かれた非常に珍しいケインズの、ナショナルセルフサフィシャンシーという論文を私も非常に重要なものとして引用しているんですね。で、今回トッドさんはこの論文を引用されていて、非常に私は心強く思いましたね。で、トッドさんが、経済幻想を書かれたのは1998年だったと思いますね。私より1年ぐらい前、ちょっとついでに言っておきますと、まだ日本では翻訳が出てませんから、私は別に真似したわけではありません。で、その次がですね、私もアメリカがテロに対テロ戦争を開始して、イラク戦争を開始したその後に、アメリカ帝国を解剖するという本を私自身も書いています。で、これは2003年、でトッドさんが帝国以降を書かれたのが2002年、これもちょっと負けてるんですね。で、基本的に内容主張は同じような主張を私もしている、それでアメリカ文明というものを我々ちゃんと見据えなければならないということを書いています。で、次にですね、トッドさんは2008年に、デモクラシー以降書かれて一番新しい本ですね。非常に刺激的な本です。で、非常に刺激的なタイトルなんですが、これは私は2008年に、自由と民主主義をもうやめるというもっと刺激的なタイトルの出版社が付けたタイトルですけれども、これは大体同時進行です。ですからこのタイトルだけ見てもらっても分かるように、私にとって非常に奇遇といいますか、で今日トッドさんと話ができて非常にありがたく思うんですね。で、さて、あんまり時間を、そんな話で時間を取りたくもないので、少し3点ぐらい私の考えていることをお話ししたいと思います。で、一つは今回の経済危機、世界経済危機についてですが、今回の世界経済危機を考える場合に、やはりアメリカの覇権あるいはその失敗ということをどうしても無視できないですね。で、特に冷戦以降アメリカは、非常に混沌とした世界の中でもう一度覇権を取り戻すためにさまざまな政策を取りました。で、特に冷戦以降、ソ連が崩壊した以降、アメリカ経済的に非常に衰退したアメリカが、もう一度、世界の覇権を取るということはアメリカ政府にとっては非常に重要な課題だったんですね。で、それで一つは、今回の経済危機に関わるんですが、私はアメリカの経済学という学問が非常に重要な役割を果たしているという気がします。で、アメリカの経済学というのは一つ大きな特徴を持っていて、それは徹底した数理的な科学主義ということです。アメリカの経済学はちょっと勉強した人はご存知だと思いますが、極めて高度な数学を使い、計量的手法を使い、自ら、徹底した科学主義、科学であるということを強調します。で、私はそれは実は餌科学だと思っています。本当の科学ではないというふうに考えています。で、経済学は本当の物理学と同じような意味では科学にならないだろうというふうに私は思っています。しかしアメリカの経済学は物理法則を見つけるのと同じように市場の経済法則を見出したというふうに考えます。で、もし市場に経済法則というものが、見出されたとすれば、確かにすべてを市場に任せば自動的にうまくいくんですね。
でしかも、人々は極めて合理的に行動する、で 合理的に行動する人を、なんていうんですかね、科学的手法で記述していけば市場のパフォーマンスはきれいに科学的に記述されると、これがアメリカの経済学の持っている大きな特徴なんですね。でこういうふうに考えますと、市場の持っている一番重要なあの側面が分析できないんです。でそれは何かというと、市場というのは常にさまざまな不確定性にさらされていて、経済活動というのは過去の資本を使って将来に向けて何かものを作り出すんですね。ですから将来という要素が決定的に重要で、将来の不確定性というのが経済現象の本質です。しかしアメリカの経済がそれを分析できない。でところがこの不確定性が一番重要な役割を果たすのが金融市場です。で金融市場というのは 本質的に不確定なもので、何が起こるかわからないんですね。でところがそれでは困るので、アメリカは IT とそれから金融工学を使って金融市場を完全に、情報的にコントロールできるというふうに考えた。利潤を、利益というものを完全に確定できるというふうに考えた。で不確定性を排除できるというふうに考えたわけですね。でそれはアメリカの経済学の科学主義の、エセ科学主義の帰結です。でところがそれが完全に今回の金融危機で失敗したことが明らかになったんですね。でこれはしたがって、ただ、どういうんですかね、金融市場の混乱というだけではなくって、その背後にあるアメリカの経済学の持っているある種のイデオロギーの、間違いであったということです。でこのイデオロギーというのは、今言いましたように、一つは科学主義というイデオロギーです。科学でないものを科学で見せる、で不確定性を完全に排除できる、完全に経済現象を法則として理解できるという、そういうイデオロギーですね。それからもう一つは、実はここにもう一つアメリカの社会の持っているイデオロギーが反映していて、でそれはその個人主義、それから能力主義、それから、成果主義、こういうふうな考え方です。自由主義で、もちろんアメリカにもさまざまな思想やさまざまな考え方があり、例えば共同体を非常に重視するとか、人間のつながりを重視する面もあるし、非常に宗教的な面も強いです。しかしながら、この自由主義、個人主義、能力主義、客観的な成果主義、こういうふうなものがアメリカの一つの重要な価値観であることは間違いないですね。でこのアメリカの経済学というものは、そういうアメリカの社会の持っている価値観を実は反映している。反映しているにもかかわらず、これが科学になってしまったために普遍化されてしまっている。でそのやり方は非常に巧みで、例えば経済学というものは完全に教科書になっています。で日本ではもう経済学の学生はみんなアメリカの経済学の教科書を使います。で教科書になってしまうと、誰もアメリカのイデオロギーだと思わないんですね。で極めて客観的な法則が書かれているというふうに思いますから、こういう形でこのアメリカの経済学の考え方が世界に浸透していってしまった。このことを我々は理解しておく必要があるだろうということ。